通の設計事務所ではちょっとまずいなっていうところで地域のビジネスに関わり始めたっていうところでいろいろやってきたって感じです。絶望的な廃屋ですね。最も空き家の中でも最も条件が悪くて古くて立地が悪いものに特化してそういうものを買い上げて運用してます。裁判もかけられたりとかしました。出る杭になったらやっぱりまんまと多少打たれまして、もちろん悪いこと一切やってないんで、全然普通に終わりましたけど、街づくりの闇ですねこれはね。結構特徴的な点はですね、はい、所得が高い人たちだけじゃなくて、まだ売れてないクリエイターでも、今後どんどん石巻に受け入れていったらもっとなんかこう広がっていくんじゃないかなというふうに思ってまして、ワーケーションって割といろんな話があるんですけど、その地域活動をしたい人にとってもワーケーションって非常にいいんじゃないかっていう話がすごく出ていて、地域ごと巻き込めるよっていうような風には持っていきたいなっていう風には思って。地方は人をめっちゃ求めてるんじゃないですかね。やっぱりそこの取り合いじゃないですかね。だからアンテナを張ると本当にすぐいろんなイベントだったりとかいろんな事業があると思うんです。今日はですね、地域資源を生かした空き家再生、ゲストハウスから始まる関係人口という形で、1時間のゲストトークと1時間の交流の時間に分けて、開催していきたいと思ってます。画面にはイベントノートもという形で、なかなかオンラインで乾杯できないので、茨城でこういったオンラインで頼めるものを皆さんにご用意して、乾杯していきたいと思います。はい、では今日は渡辺さん加藤さんよろしくお願いします。乾杯。はい、よろしくお願いいたします。はい、いやめっちゃ美味しいですね。ごくごくするごくごく喉越しが切りごくごく入っちゃってますかね。はい、独立するつもりがなかったので、超コンプレックスなんですけど2級建築士です。設計事務所を立ち上げたんだけど、1級建築士じゃないんですね。2級建築士なので、そのコンプレックスとともに生きていくために、普通の設計事務所ではちょっとまずいなっていうところで地域のビジネスに関わり始めたっていうところでいろいろやってきたって感じです。中通りっていう商店街で飲み屋街なんですけど、こんな左の写真みたいな商店街で、最盛期34軒あったんですけど9軒ほどまでに減ってしまっていて、夜も、右の写真のような感じで暗い感じになっちゃってたっていうところですね。イノベマーケットっていう通りを通行止めにして、そのお祭りの日だけは全部の店舗が埋まってるみたいなイベントを開催したりですね。なんかこうクラウドファンディングって結構当たり前になっちゃったんですけど、当時は水戸でもやった事例が ほぼほぼなくてですね、100万集めるのも結構苦労した状況だったんですけど、なんとか達成して、商店街のシンボルだった、看板、ここに写ってる門看板っていうのが震災で壊れちゃって、夜本当は電気がつくんですけどつかなくなっちゃってたので、明かりをつけるというクラファンをやってなんとか達成して明かりをつけることができました。3年ぐらいやって、あとは商店会が自立してねっていうことで、今は町内会長を筆頭にイベントとかも商店会が自立してやってるっていうような状態になりました。裁判もかけられたりとかしました。やっぱり一定層地域を活性化してほしくない人もいるわけですね。なのでね、空き店舗とか活性化させて5店舗誘致するって結構経済効果も大きいなんて言われてね、新聞にも載ってちやほやされたんですけど、やっぱり賛同が多ければアンチも増える、出る杭は打たれるっていう、出る杭作りますっていう巻組さんのあれじゃないですけど、出る杭になったらやっぱりまんまと多少打たれまして裁判やって、もちろん悪いこと一切やってないんで、全然普通に終わりましたけど、
こんなこともありましたっていう、街づくりの闇ですね、これはね。というようなものすごい豪邸の空き店舗が出たので何かやれないかっていう話が出て、こちらをゲストハウスにしようっていうことでゲストハウスにすることにしました。で今は割とこのコスプレイヤーがね、あのロケーションが非常にいいので、今流行りの鬼滅のコスプレだったりとか、そういった人が県外から来て、面白いゲストハウスにはなってはいます。ただちょっと自分もその不動産屋の関君も本業が忙しくて、なかなかやっぱりここでコミュニティを生んでいくっていうところに立った時に、ここにいるプレイヤーがいないので、そこがちょっと今課題で、コミュニティが生まれるゲストハウスではなく、ただ安宿になっちゃってるので、そこは今後の課題かなと思ってます。日立市で交流施設を作ろうっていう話が来まして、でやっぱりコミュニティを生む場にはしていきたかったので、なんとか解体イベントと1回だけ塗装イベントはできました。ただその後で、コロナの緊急事態宣言が出ちゃったので、その後はちょっとイベントができなくて、ひたすらここに映ってる真ん中のあたりに映ってるうちの従業員の宮地さんが、ひたすら一人で塗装をするっていう羽目になったんですけど、そんな困難もあったんですけど、なんとか完成はしまして、一応建築士設計士なんで、こんなイメージのパースとかを作りながら、こんな形、ほぼ一緒だと思うんですね。イメージですね、はい、そうですね、はい、どういった方が結構多いんですか、利用者としては。正直最初のイメージ的にはその起業家さんに入ってほしかったんですけど、蓋を開けてみたらコロナのおかげで、近く、日生が近くにあるんで、日生の人が資格の勉強したいから使いたいとか、高校生が今 3,4 人入って月3回に入ってて、そうですね、下手な塾通うよりはここで集中して勉強したいっていう方だったり、じゃあ親御さんのニーズがここだったらいいよみたいな形なんですかね。そうですね、日立市の多賀っていうところで施工所があるんですけど、そこを全体を他を巻き込んでワーケーションに優しい場所にしてしまおうっていう計画を勝手に計画してやってます。ワーケーションって割といろんな話があるんですけど、その地域活動をしたい人にとってもワーケーションって非常にいいんじゃないかっていう話がすごく出ていて、っていう意味で、地域ごと巻き込めるよっていうような風には持っていきたいなっていうふうには思って考えてるんで。今ですね、割と若手のですねデザイナーとか建築士と一緒に会社をやっております。基本的には空き家の活用ですね、結構条件の悪い不動産の大家業をやっております。本当に絶望的な廃屋ですね、最も空き家の中でも最も条件が悪くて古くて立地が悪いものに特化して、そういうものを買い上げて運用してます。はい、私たちが選ぶ視点っていうのは、再建築不可だったり未接道だったりとかして、あんまりこうシンボリックでもないみたいな結構最悪のところですね。で、間取りも悪いと古いっていうところなんですけれども、私たちが買い取って運用するというようなモデルでおりまして、でもなんかこの立地が悪いっていう条件もですね、なんか意外とアーティストのニーズに合っていたりとかするんですよね。で、古いとかなんか広いとか、汚してもいい壊してもいいっていうような状態になるので、そういう、 こうネガティブポイントをこうポジティブに転換できるというところが大事なポイントかなというふうに思いまして、こういうのを300万以内で取得して300万以内でリノベーションして、シェア型の運用をしていくと、5年程度で回収できるよみたいな形のをひたすらやっております。はい、あとはうち結構特徴的な点はですね、はい、所得が高い人たちだけじゃなくて、低い人たちも
低いっつうか、まあなんていうんですかね、まだ売れてないクリエイターでも、まあ、今後あのどんどん石巻に売れあの受け入れていったらもっとなんかこう広がっていくんじゃないかなというふうに思ってまして入れてまして、まあ、そこで作ったのが、まあ、クリエイティブハブっていう仕組みで、まあ、こちらですね、うちのシェアハウスの一角を、まあ、そういう、まあ、これから芽の出そうなクリエイターさんに一定期間無償で提供して来てもらうみたいなことをしてます。で、まあ、そういう人たちに、まあ、生活の場と制作貧乏なアーティストってめっちゃ書いちゃってますけども生活の場と制作の場を、まあ、提供して滞在してもらって、まあ、さらになんかこういう人たちに向けて地域の人たちも関わりしろを作りたいなというふうに思ってまして、こういう人たちをなんか自分たちが持て余している物資を支援してつながろうみたいな、そういうこうあの関わりしろを提供するのが、まあ、クリエイティブハブです。もう3ヶ月で6名の方々、コロナで影響を受けた方々が、まあ、入居してくださいました。で、まあ、こういう人たち の, あの制作発表の機会を、まあ、月1回イベント形式で、開催してまして、でこの、アーティストさんの作品の発表を見に来て、作品と、まあ、皆さんの、持っているもの、持て余しているもの、なんか、食器とか、まあ、支援物資とか、あとなんかその食料とかいろいろあるんですけれども、そういうものを物々交換で、交換しようってい う, こうギフトエコノミーの、イベントを開催しております。アーティストさん受け入れ、まあ、その制作プロセスとかその作品と何かものを交換しましょうみたいな、地域の方々との関わりしろを作ったら、まあ、関係人口がつながってきたよみたいな話がありまして、まあ、こういうその若い人を地域のみんなで応援しようっていうことによって、まあ、なんかあの地域のクリエイティビティが育っていくのかなというふうに思ってます。あのやっぱ空き家活用の根底ってなんかやっぱりあのみんながあんまりこうなんだろうな、自分自身のライフスタイルを自分自身で描けないっていうところに本当に根本的な問題があって、なんか例えばこう空き家とか不便なものを見せられても、じゃあそれを自分の力でどうやって快適にしていくかっていうことを想像できる人間がいないんですね。でじゃあ直そうって思っても、なんか DIY 流行ってますけれども、結局 DIY 教室とか DIY キットとかなんかああいうのがないとなんか全然こう物作りできないみたい な, なんか道筋があの示されてないと作れないみたいな、まあ、私もそうですけど、あのそういう人が多すぎるので、そうじゃなくて、じゃあ自分自身がなんかどういうライフスタイルが快適かっていうことをもうちょっとこうみんなが考えられるようになれば、まあその不動産活用もつながっあのなんか、うんまあ、広がっていくんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、今やっぱりやっていきたいことっていうのはこういうですね、なんか多世代共生でみんなが自己肯定感が持ってたりとか、まあ、リユースの感覚が広がっていくっていうことで、まあ、不動産活用ってあの進んでいくんじゃないかなというふうに、まあ、思っております。なんか加藤さんから聞いてみようかな。さっきのワーケーションじゃなくても、いや実はこういうところから意外とこう関われるよっていう、こう加藤さん的アドバイスがあればちょっと教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。ちょっとの一歩何でもいいから、その地域のイベントに参加するでもいいし、なんかね気になった物件があったら調べてみるでもいいし、なんかこう一歩背中を誰かが押してくれて一歩前に進めれれば、あのいくらでも関われる気はします。どうしよう、渡辺さんどうですか、読み的には、うん、ここから始めたらいいんじゃないか。そうですね、いやでも本当に今おっしゃる通り、いや逆になんかあの今なんて言うんですか、地方は人をめっちゃ求めてるんじゃないですかね。すごい人を求めていて、むしろこうなんだろうな、やっぱりそこの取り合いじゃないですかね。だからまあアンテナを張ると本当にすぐあのいろんなイベントだったりとかいろんな事業があると思うんです、ね、でもなんか
私は別になんか観光とかで全然いいんじゃないかなと思っていて、うん、なんか通いたくなる地域をいかに見つけるかって結構重要だと思っていて、なんかそのなんとなくなんか最近私もなんか結構旅行好きだったのでいろんなとこ行ってたんですけど、最近なんかあの行ったことないところっていうよりは、あ、なんかリピートしたいなみたいな話の方が結構なんかあの盛り上がってるんですよね。なので、盛り上がってるというか、なんかリピートしたくなる街って何個か出てきて、やっぱそこにひたすら行ってる方がやっぱ楽しかったりとか、でその中で飲み歩いてみて、あの地域でなんかそのバーとかでコミュニケーションしてると、この店めっちゃいいなみたいなんで、そこから入っていってこう定着していくって結構あると思うので、やっぱなんかそういう風にこう街にどう関わるかみたいな、できるだけそのなんだろうな、そうですよね、なんかその通ってみたりとか、なんかそれで自分のハンドに合うところにこうなんか落ち着いていくのとかって大事なことなんじゃないかなっていうのは非常に思います。加藤さん、渡辺さん、ありがとうございました。ありがとうございました。